いいです、で、優勝しました。おめでとうございます。それでは次行きましょう。次はですね、この夏にヴィンセント・ヘリン、アルトサックスとエリック・アレクサンダー、テナーサックスを呼びまして、日本全国28カ所のツアーしたんですけど、ね、このリズムセクション、JGM のリズムセクションで、フロントの2人もね、2回ほど、一緒に、合同でやりましたけど、彼らに、すごいいい影響を受けまして、我々のすごく楽しかったですね。で、申し訳ないですけど、僕だけ、中国に連れて行っていただきましてですね、地元の中国人のベーシストと、10日間のツアーしてきたわけですけどね、それでですね、何を言いたいかというと、そのヴィンセント・ヘリングさんが、こういう曲をやるからと今便利なのでこう、ね、ネットで譜面とかバッとこう送ってくるんですね。それでそれをチェックして、我々がその5月のツアーでもうすでにいろんな曲を練習したりしてたんですけど、結局この曲は1回もやらなかったって、本番でやらなかったって感じですけどね、我々割と気に入ったので、演奏してます。聴いてください。曲はヴィンセントの曲じゃないんですけども、ゲイリー・フィッシャーさんという人の曲です。 Grind Hope's Day。
トさんのキャラバン。
Thank you.
政治をフィーチャーしまして、そう一番我々のこのグループで作った新しい CD、 昨年出たんですが No 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 という CD、これは世界平和を祈って作ったアルバムですが、その中から1曲デューク・エリントンさんの名曲です。 Daydream 聴きなさい。
ケイリン。ケイリン。ありがとうございます。それではいよいよ時間も迫ってまいりました。最後の部分になると思います。最後ですね。また先ほども出てきましたが、ホレス・シルバーさんの曲から、結構早いテンポでいきますか。クイックシルバー。
ちょっと恐縮ですが。 Thank you.
言うんだよ。一般のある方は、セッションになりますから、これからね、ミュージシャンみんなで一緒にやりますので、お時間ある方はどうぞごゆっくりしていってください。ありがとうございました。
小林洋一です。皆さんこんばんは。ようこそカフェアトムライブ。毎年この時期にやってまいります。 JJN というバンドです。JJN のメンバー紹介します。高尾博之のピアノ、谷澤明のカフェ、荒川誠二のソロ、稲森琴恵のゲーム、5名で最後までお付き合いください。ちなみに今年で僕のクインテットね、メンバーはどんどん変わってますが、クインテット結成40周年を、迎えておりますということで、ありがとうございます、ということで、クインテットはですね、ニコダワリ、ね、40年の時やっておりますけどね、今回はこの、東北北海道ツアーで、北海道昨日まで行ってまいりまして、もう終盤に差し掛かって、今年なんとですね、長いことに、多いことにですね、ツアーが今年年間5回もありましてね、5回目の最後のツアーなんですけどね、夏はですね、中国まで行ってきましてね、いろいろ新しい、発見もありましたけど、それでは、早速どんどん行きましょうか。1曲目はですね、アートメイキッドジャズメッセンジャーズのレパートリーからサーカスという曲をしたんですけどね、この曲はですね、僕の思い出っていうかね、僕が秋田なんですけどね、秋田で、東京に出たばっかりの頃、ジャズ喫茶が全盛時代で、その時に初めて買った、ジャズのレコード、それがアトリエジャズメッセンジャーズインパルスっていうね、インパルス版という CD、 それに入ってた曲なんですね。サーカスとかをしました。それでは2曲目、これはですね、ちょっと譜面を僕も見たいと思います。見せてくれないですもうドラムはいらないでしょって言われちゃって、実はこれ新しい曲で谷殿さんが最近書いたばっかりで、このツアー中に書いてくれました。僕の曲じゃないですか。彼の曲じゃなくて彼がアレンジしたんですね。ジェローム・カーンって言ったらね、2の方ごとに、昔の1940年代ぐらいの古き良きアメリカのですね、サウンドが出てくる、すごくこう温かい感じ、響きが聞こえてくると思います。聞いてください。これね、失恋の曲だそうです。無駄な恋をしたというなんかタイトルだそうです。 In Love In Vain、 聞いてください。
Influenciado. Thank you.
Thank you.
ホリシルバーというね、ピアニストでもありますが、素晴らしいいい曲をたくさん残してますが、その彼の中から、いい曲、ヤーという曲を聴きなさい。 Thank you.
ぜひ皆さんと僕のジョイキーのキャラはこの後にジョイのウェイこれは僕の JJM でお聴きしておりますちょっと休憩します。あと CD ですね、こちらのたくさんありますので、ぜひ、2種類買っていただくと割引になっていますので、ね、よろしくお願いします。ありがとうございました。